続いてのメールはリンゴとおはぎさん、二十歳女性の方です。日野さんに質問です。何でしょう。カムイはボケやツッコミが一切なく、シリアス展開の時しか登場しないイメージですが、はい、銀玉ならではの楽しげな回に出たいなと思ったことありますか。めっちゃありますよ。これみんな言うんだよね。特に僕は大好きだったのがドラゴンボールネタの時のね。ドラゴンボール。そうなんですよ。ひどかったね。あ、すげえいいな。こういう回俺も出たいな、一回くらいはって思ってましたね。だってな、あの時よろずや一人も出てないもんな。ええ、よろずや以外のキャラで呼ばれてたもんね。そうそうそう。俺セロって役で。セロ小林出るで。すげえ楽しそう。それでエンディングテロップに流れるってどういうことだと。その昔ザーボンさんだった方からするとこうね。そうですね。本当にそうです。うん、でもね、セロもね、中の人ちゃんといたもんね。ええ、そうなんですよ、うん、オリジナルの人がいるのにこれやるんですかって。オリジナルの人は何を、え、スーパー地球人どういうこと。